ウラフハケは1867年に始まるビュルテンベルク家の分家である。ビュルテンベルク家はヨーロッパの王家かつビュルテンベルク出身のドイツの王朝であり、千年近くに渡って存続している。ウラフハケは1918年7月11日から11月2日までかつてのリトアニア大公国であったリトアニア王国を統治していた。 ウラッハ家の前身である、ビュルテンベルク家は、最近の研究によるとおそらくは、中世世紀に4人の神聖ローマ皇帝を輩出した、ザーリア朝の近縁であった。1080年頃、ゲンビュルテンベルクは、シュトゥットガルト地帯に定住した。コンラート・フォンビュルテンベルクは、ボイテルスバッハ家の相続人となって、ビュルテンベルク城を建てた。 1089年頃には新聖ローマ皇帝によってビュルテンベルク博となっている。その領域は当初は居城の近隣周辺のみであったものの、主に霊落した中便ン,ンのカモン等から領域を獲得することによって着実に増やしていった。1495年のボルムス帝国議会でビュルテンベルク博エーバーハルト五世は、 ローマ王マクシミリアン一世によって、ビュルテンベルク公に昇格し、隠してタイグルが諸公から公になったことと合わせて、ビュルテンベルク公国が樹立された。1534年と1537年の間にウルリヒは、宗教改革を導入して公国は、プロテスタント国家となり、合わせてウルリヒは、地方のプロテスタント教会の指導者となった。18世紀に、 プロテスタント系は断絶して、カトリック教会の支配者であるカール・アレクサンダーが、家の当主を継承した。カトリックの王家が存在したにもかかわらず、プロテスタントは、ビュルテンベルクの貴族から構成される、神徒代表委員会にて信仰を承認してもらう、ことで使えた。フリードリ・ヒニセイ・オイゲンが即位した1797年以降、王家は再び、プロテスタントとなった。 新たなるビュルテンベルク公国は創立された1495年から1806年まで新生ローマ帝国の一員であった。公国が4世紀近く生き残ったのはすぐ近くの隣国よりも大きかったというその大きさが主な理由である。宗教改革の期間中ビュルテンベルク公国は帝国の一員として生き残っていくのに 神聖ローマ皇帝からの多大な圧力下になった。17世紀から18世紀の間、ビュルテンベルク公国は度重なるフランスの侵略に抵抗した。公国はブルボン家とハプスブルク家の長きにわたる構想に従事していたフランスオーストリア領軍の直接の通路であった。1803年にナポレオン・ボナパルトは、 ビュルテンベルク王国を新生ローマ帝国の一部としてのビュルテンベルク選定公国に昇格させ、1806年に新生ローマ帝国を滅ぼし、その統治期間中の政治的激変に伴い、ナポレオンの同盟国であったビュルテンベルク王国はビュルテンベルク王国の地位に昇格された。ビュルテンベルク王国は1813年までライン同盟の一員として奉仕し、 四代の王、すなわち、初代フリードリヒ一世、二代ビルヘルム一世、三代カール一世、四代、ビルヘルム二世によって支配された。1828年に、ビルヘルム二世は、新しい家内法を採用し、もっぱら男系による、長子相続及び婚姻を、同等の地位の者に制限することをも含む一族の、支配者の権利と義務が確立された。 同年、国王ビルヘルム一世の王子にあたる、ビルヘルム・フォン・ビュルテンベルクは、1801年の、ビルヘルム・イネ・フォン・トゥンダーフェルトローディ男爵夫人との、帰戦結婚によって、自身の王い継承を放棄した。ビュルテンベルクのリヒテンシュタイン上、1840年に、初代、ウラッハコー・ビルヘルムによって再建された。1867年に、ビュルテンベルク家は、 信仰の系統であるウラッハ派ビルヘルム一世のために、ウラッハ派区下を創設した。この理由は、ビルヘルムの両親は1801年に、寄遷結婚をしており、このことは、彼らの子息たちは王国を統治することから、除外されていたことを意味していたからである。そのため、ビルヘルム一世は、ウラッハ派区下を創設した。なぜならば、バードウラッハは、 王国においては大変重要な町であり、一族とは重要な歴史的関係があったからだ。そのためウラフハ家は、1867年に、ビュルテンベルク家の祈祷結婚の分家から創立した、新たなる一門として誕生したと言えた。課長は、男系の長子でなければならず、32人以上の貴族の直系先祖を有し、 平民なし三32人未満の貴族の直系先祖を有する貴族女性とは結婚していないと定めた独自の家内法を新たなる一問は制定した。シンクゲは王家の一族の地位を有した者の,の王国を統治することはできなかった。しかしながらドイツを統治できなかったにもかかわらず、ウラハ家は1918年にリトアニア大公国後に リトアニア王国として知られる別の国に支配者として招聘された。1918年6月4日にリトアニア協議会はドイツ貴族の2代、ウラホハコービルヘルムに王位を提供することを可決した。ビルヘルムは1918年7月11日にリトアニア国王に選出されミンダウガス2世の名を受け取った。リトアニア王国は 第一次世界大戦の終わり頃に短命に終わった立憲君出生が創設された。リトアニア協議会は1918年2月16日に同国の独立を宣言したもののドイツ軍が駐屯し続けたことから政府、警察、その他の国家機関を作り出すことができなかった。ドイツ人はリトアニアをドイツ帝国に組み込むために様々な提案を提示した。 なぜならばリトアニアはドイツ帝国の前身であったプロイセン国家の祖先だったからだ。リトアニア人はこの考えに抵抗し、分離した立憲君主制が創立されることによって、自らの独立が保持されることを望んだ。だからこそ、ビルヘルム・フォン・ウラッハ皇をリトアニア国王にするために招兵したのだ。ミンダウガス2世の統治は、ローマ教皇ベネディクトゥス15世が、 ビルヘルムの将来のリトアニア国王選出を歓迎した手紙やゴーター年間のような異なる貴族の登録者で見られるようにカトリック教会並びいくつかのヨーロッパの国々に受け入れられたその当治は極端機関であったもののミンダウガス2世は最後のリトアニア国王であり仮に君主制が復活することになるとしたら彼の後継者が すべての君主の方にのっとって唯一の政党なりリトアニア国王になることとなる。古裏ハ家の監修ならびに1918年にリトアニア評議会によって課せられた要求に従うならば、裏ハ家の課長ならびにリトアニアの君主は男系の長子で32人以上の直系貴族の先祖を有し 平民内市32人未満の直系貴族の先祖を有する貴族女性と結婚しておらず、軍人の肩書きを有し、リトアニア語を話せて、リトアニアに住むことが可能でなければならない。裏っハか並びに、裏っハ公領が創設されて、以来、大概、公やは、ヘルツォークフォンユーチを、その妻は、ヘアツェグインを、その息子は FRST フォンユーチを、一族の全ての男子は、 グラフフォン・ブールチンベルクを一族すべての女子はフルスチンフォンーチ並びにグレフェンフォン・ブールチンベルクと合していた一族を歴史を通してウラフハ家は以下の称号を有していた一族の歴史を通してビュルテンベルク家は以下の称号を有していた今日の課長はウラフ派を並びにビュルテンベルク博にしてリトアニ青い請求者であるビルヘルム・アルベルトである ビルヘルム・アルベルトはその兄弟の中で、リトアニア王位になるためのすべての要求を満たしている。ビルヘルム・アルベルトは、歴史上の貴族を呼び、上流階級ならびにその友人たちによる、連絡網、ならびに、一祖通用の特別な会合の場所である、インターナショナルオンラインコミュニティであるノビリタス、コンタクトの長である。しかしながら、弟のイニゴフォン・ウラフハも、また、 リトアニア多い請求者として衰退されている。ありがとうございます。